レジスタンスの諸君ごきげんよう。北海のレンダー新仮面ライダー見たか？やべえなあの作品。賛否分かれるのも納得だ。俺は恐ろしいまでの狂気と執念を感じた。とにかくお前ら他人の意見が気になる、そんな感じだろ。俺がこの映画を見た直後の率直な感想を教えてやる。よく聞け。映画館の席に座って上映開始を待っていたら、いきなりスクリーンからサイクリン号に乗った庵野秀明が飛び出してきて引き上げされた。訳が分からず放心していたら、気がついた時には映画が終わっていたんだ。ちょっと何言ってるかわからないと思うが、マジでそんな感じだった。なんだか取り留めのない感想になったが、先に言っておくと、俺はかなり楽しめた。結構好きな作品だ。だが、決してシンゴジラのような大衆向けの娯楽映画ではない。シンゴジラやシンウルトラマンをイメージして見に行かない方がいいだろう。庵野秀明が50年間熟成させてきた仮面ライダー像を無理やり胃袋に流し込まれて、恐ろしいまでの狂気と執念を味わうことになる。とにかくこだわりというか熱量が凄まじすぎるんだよ。俺自身初代ブラックの途中と、ブラックさん平成中盤ライダーしか視聴してないからな。仮面ライダーはど素人だ。俺みたいなにわかは運転が荒すぎて振り落とされることになるだろう。ということで今回は、視聴してから24時間経ってやっと落ち着いてきたので、ファンの間でも賛否両論と話題の新仮面ライダーを、初代未視聴のにわか目線からレビューしていこうと思う。可能な限り映画の鑑賞に支障が出ないようネタバレしていくので、よろしく頼む。あらすじ。秘密結社ショッカーの元スタッフ緑川瑠璃子は、組織のやり方に反発していた。瑠璃子は自分の身を守るため、戦闘用に改造された人間本郷武史を連れ出し、組織からの足抜けを決意する。しかしショッカーは裏切り者を許さない。次々に怪人オーグを追っ手として向かわせるのだった。本郷と瑠璃子二人の命を懸けた逃亡劇が今始まる。話自体はシンプル。ビジュアルもめちゃくちゃいい。ロケ地もマスクのデザインもかっこよすぎる。BGM も激アツ。あんまっぽくないし、新シリーズの中で一番好きだ。ヒロインも正直、めっちゃ可愛いよな、あの女優。すっげえ可愛かった。しかし、それ以外があまりにも雑。というか、荒すぎて低予算の B 級映画にしか見えない。なのに、凡人が作ったとは思えない内容だから不気味なんだよ。シンプルな物語を無駄に複雑にして珍妙な作品に仕上げる庵野の独特な作風が、並の映画では味わえない癖の強さと強烈なオマージュで作品自体に悪影響を及ぼしている印象を受けた。なぜそう感じたのか説明してやろう。この映画の唯一の不満点はこれだ。アクションシーンがアップが多すぎて見づらい。ところどころ iPhone で撮影してる映像が差し込まれて、ジャギと残像が見障りだった。とても正気と思え。なんで映画で iPhone 使うんだ？俺たち金払ってんだぞ。スクリーンの大画面で iPhone の低画質な映像なんか見たくないんだよ。シン・ウルトラマンでも iPhone で撮影していたらしいが、今作は動きが多すぎてとにかく気になった。ライダーキックのシーンはめちゃくちゃかっこよかったんだけどな。それ以外はわざとしか思えないほど見づらかった。かっこいいビジュアルを楽しみたいのに、フラストレーションが溜まって仕方がなかった。これマジ一番最悪。すげえかっこいい見せ場の映像が暗すぎて何やってるのかよくわからなかった。具体的に言うと、蜂とトンネルのシーンだな。めちゃくちゃかっこいいはずなのに、とにかく暗いんだよ。東映が貸し出したカメラの品質が悪いのか、暗闇はノイズもあるし、ろくなライティングもしてないのか、全く見えなくてほんと最悪だった。俺自身にわかだが、庵野の作品は大好きだ。雑な脚本や強烈なオマージュで置いてけぼりになるのは別に構わない。せめてかっこいい映像を惜しげもなく見れればそれでいいんだよ。後から画面が暗いのは初代のオマージュだと聞いたが、これはなくてだろう。映画監督というのは、かっこいい絵をどれだけ美しくフィルムに収めるのか、心血を注いでる生き物だろ。だからこそハリウッドは超高性能の IMAX カメラをわざわざ数千万も出してレンタルしてるわけだが、新仮面ライダーにはそういうのが一切ない。俺が思うに、映像的な演出ではなく、オマージュによるこだわりで画質を落とすのはもはや狂気としか言いようがない。映画館を出た後ずっとモヤモヤしていたんだが、このモヤモヤの正体はおそらくこれだろう。
この映画はな、バイクのみだと見方が変わる近年最も素晴らしいバイク映画だった。というかぶっちゃけ言うとホンダの CM だ。スポンサーからの強いメッセージが読み取れる。どうだいこのロケーション、最高のツーリングスポットだろ。新型のサイクロン号かっこいいだろ。最新型の CB650R なんだぜ。こいつで聖地巡礼したら最高だろ。だからお前らいつまでも中古車ばっか買ってないでうちの新車買えって感じだった。サイクロン号のデザインかっこよかったけどな、純正マフラーのせいで排気音がゴミだった。こうなんていうかさ、仮面ライダーのうんうんってイメージじゃん。そうじゃなくてこうドロンドロンみたいな、そんな感じ。田舎のジジイの高音機の方がまだマシなサウンド奏でてる。ちなみにサイクロン号が自立して本号を追いかけてるシーンがあるが、一見バトルホッパーのオマージュに見える。だがあれは CG でもワイヤーで引っ張っているわけでもなく、実際に存在するホンダの自立走行システムだ。かなり前に開発されていたもので、車体にジャイロかなんか仕込まれてて絶対に倒れないのが売りだったのだが、びっくりするぐらい話題にならなくて存在を忘れていた。ホンダがここぞとばかりにアピールしてる感じがとにかくすごかった。仮面ライダーといえばバイクだよな。初代が放送された時代といえば空前のバイクブーム。だが近年ではイメージの悪化や法規制なので、まともにバイクに乗っていない仮面ライダーが当然になっている。だがこの映画では違う。味方だろうが敵だろうがバイク好きがやったら出てくる。特にラスボス、あいつとんでもないバイクマニアだな。玉座の両側に配置されているバイク、お前ら気がついたか？あれどっちも初代サイクロン号のベース車両だぞ。左側にスズキの T20、 右側にホンダの SL350 が配置されていた。すげえよ、マジでビビったわ。博物館から引っ張り出してきたのか？どっちも50年前の超レア車だぞ。 SL350 は大手中古サイトでも現在出品車両ゼロ。日本では今出回ってないって意味だな。あんな骨董品ピッカピカに保管しておくとかとんでもないマニアだな。そして何よりこの作品はバイク愛に溢れている。セリフもいいよな。一文字のあのセリフ、バイクはいい、孤独を感じられる。あ、めっちゃわかる。こいつの一文字って名字、確実に一文字ハンドルから来てるわ。そしてラストの本郷のセリフもいい。サイクロンの排気音、その匂いも、そして体にぶち当たる風の力も感じられる。スピードを上げてくれ。あ、もう死ねるな。もう最高だわ。わかる。だよな。バイクに乗っていない人間はわからないだろうな。本郷、一文字、こいつらは仮面ライダーである以前に生粋のバイク乗りなんだ。バイクを心から愛しているんだよ。ということで今回のレビューは以上だ。ちょっとバイクのうんちくが多すぎたが、新仮面ライダーを総評すると、期待していたものとは違い、ちょっと、っていうかもう、はるかに斜め上のものだったが、そうだな、点数をつけると、120点のものを期待して見に行ったら、60点から70点くらいのものが出てきた感じだ。仮面ライダーの映画としてはかなり評価が高いかもしれないが、普通の映画作品として見ると結構レベルが低い。まあ面白かったんだけどな。こだわりと癖が強すぎて、恵まれたビジュアルの出力を絞っていたのがとにかくもったいなかった。名作ではないが、改作というにはふさわしい映画だろう。仮面ライダーガチ勢ども、お前らはどう思った？おすすめのライダー作品と一緒にぜひコメントで教えてくれ。それでは諸君、さらばだ。